ちょっと最近は猿にやられて嫌になってましたが、なんとか猿がおらなった感じやな。うん。なんで今日は収穫しよっか。はい。もうこんかな。願おう。こんことを願おう。とりあえずキュウリからいこうか、うん。取っていこう。はい。丸さん取る？うん。まあ。うん。もう早めに取っとこう。うん、いつ来るかわからんし。食われる前に。うん。ほかは。あ、そっちあるんだ。あ、こっちね。うん、はい。いい感じ。こっちも？うん、もう取っとこうか。取れる？いて。いて。取れる。いてと思います。雑草もすごいことなっとるし、うん、ちょっと今日からまた気分を変えて、うん、頑張りましょう。今度雑草と戦う？うん、今度は雑草との戦いや。ピーマン。はい、ピーマン。ピーマンは嫌というほど。できてます。結構できとるね。うん。鈴なりってやつや。うん。まだまだ。めっちゃ。大量。1平方メートルでこんだけできたら上等やろ。うん。暑い。暑いね。暑いな。暑い。セミがよう鳴きよ。うん。やっとまともな収穫ができたし。確かに。食べられまくりまして。もう嫌やったな。うん。何種か分からんかったね。餌作りはそう。そうそう。全部きれいね。うん。よしよしよし。いい感じ？ピーマンをこんなもんにしとこっかね。うん。こんな感じで。おい。次ナス取ろうか。ナス。ナスめっちゃいいやん。おお。もう早めに取っとこうか。うん。きれい。きれい。おお。どんだけ長くなるんだ。すげえ。長っ。でかい。これはちょっと曲がっとんな。うん。猿に食べられるかもしれん。うん。ナスはナスよ。どういうこと？曲がってもナス。こっちも取ろっか。うん。ちょうどいいね。綺麗やろ。うん。いい。かわいいね。はい。こんぐらいがちょうど売れる。うん。パンパンや。パンパンやな。あ、風涼しいね。うん。ハクビシンもいるし、下についちゃってるね、ナスが。これやろ。うん、重たくて。うん、重たくて下がっとった。いい。もういっぱいや。まだあるよ。まだありますね。よかったな、全部綺麗やな。うん、うん、大丈夫です。綺麗。プリプリやね。次ミニトマト、はい、これはもうちょっと猿にだいぶやられて、うん、もう多分ほとんどなっとるけど微妙やな。トマトは1個、やっと猿が食べなくなり収穫できるの1個か。もうこんぐらいかな。これも取っとこうか、早めに。うん、2個。2個。こんだけできたのに。こちら、さつまいもになります。はい。さつまいもを4回、うん、ほじくられて、もう嫌になってましたが、やっと、大丈夫になりました。だいぶ遅くなりましたが。はい。かなり。うん。もう、普通だったら広がっとるもんな。うん。うん、これからやね。まだ間に合います。できる。里芋。里芋はだいぶでかくなりました。
くなったね。こっち初めちっちゃかったけどな。うん。だいぶでかくなったね。うん。だいぶ追いついた。楽しいね。今でどんぐらいやろ。今でだいたい胸ぐらい。誰のよ。こんな感じです。で、再生栽培したキュウリ。うん。このように今元気になってます。すごいね。うん。この動画は下の概要欄に貼っておきます。じゃあ次オクラ取ろう。オクラ。どうだいいこれ。うん。やっぱ収穫が楽しいな。うん。オクラでかすぎるもんで、うん、ちょっとこれはでかすぎやな、うん、ちょっとこれはでかすぎや多分硬いと思うわ、うん、だいぶ食べてみようか、うん、どう？やっぱ取り立ては硬くない、うん、うん、うまいちょうどいいんじゃない？うん、ちょうどいいこれ。花が綺麗。本当ね。うん、これ。おい。よっしゃ、オクラはこんなもんか。すごい。こんな感じ。すっきりこんな感じ。やばいね。うん。大きいの。自分らで食べよう。うん。次コンテナ栽培。お、可愛いのできてる。と挟まって。挟まっとんじゃん。取れる？すごいな、うん、あ、すごいすごいハート型みたい、お尻みたいすごいな、ボーッと枝に挟まれて、ある意味アートやな、うん、すごいきつそうだった、うん、もうない？あと1個ある、うん、これ可愛いな、これは切り戻したいんやけど、まあいいよ、あとで切り戻すし、これ切ったらいい？うん、いいよ、いいね、ミニトマトも食べられてましたが、今はこんな感じです。ちょっと作業ができてません。すみません。はい、ちょっと嫌になっとって。うん、ピーマン、コンテナ栽培のピーマン。いってます。いっぱいになってます。お、でかい。めっちゃでかいだろうね、下に。それ？こんなとこに隠れて。でかい、綺麗。立派。今日はこれ終わったら、うん、ちょっと一回草刈りして、うん、そうだね、畑もちょっと一旦リセットしましょう。さすがにちょっとやばいな。これでまた猿来られたらたまらんけどな。確かに。おいしょ。まだある？まだあるよ。めっちゃあるよ。ちょっとすみません、気温が高すぎて、はい、カメラが録画できてませんでした。はい、こんだけ今日は1平方メートルとコンテナで収穫しました、はい、大量です、大量ですキュウリ、ナス、ピーマン、オクラ、うん、ちょっとミニトマトは、うん、もう猿にやられてとことん猿にやられたんでちょっと放置気味でしたが、はいはい、こんな感じで取れました、はい、皆さんも収穫を暑いですが楽しんでください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。